こんにちは、トラスト企画阿部ちゃんです。花です。カメラマンの葵です。あのさ、何ですか？俺が出る時だけ微妙に人気ない車回してくんのやめてもらっていいですか？あの申し訳ないんですけれど、最近俺にまた批判が集まっちゃうじゃないですか、紹介するから。でもこれマイナーじゃない気がしますよ、私の中では。いや、マイナーじゃないんですけど、うん、なんかいまいち不人気っていうか。でも、何の車ですか？これはですね、うん、日産のステージアです。はい、ステージアなの？ステージアなんだけど、はい、トラスト企画がメインで扱ってるのって、うん、34型のステージアなの ね。WGNC34、うん、もしくはあの 260RS、うん、ね、RB25 だったり RB26 が乗ってるステージアがメインなんだけれど、これは違うんですか？これはですね、これ M35 ステージアなんですね。聞いたことない、そのステージアの型式。もうこれを最後にステージアというものはなくなってしまいました。あ、これが最終形態、はい、これ最終形態。ステージアの最終形といっても、はい、もう約20年前です。最後が2007年とかかな、最終が、うん、そうですね、この車は2004年。これ2004年でしょ、うん、うんうん、なんか今日も人波立ちそうな気がします。じゃあちょっと紹介していきます。はい、まずは、はい、この3号ステージアについて少しお話したいと思います。はい、34ステージアと見た目はそんなに変わらないでしょ。このステーションワゴンタイプっていうんですか、大きさだったり、うん、まあ、サイズ感ちょっと大きくなったけど、うん、まあまあこう外観のコンセプトは似たように見えるんですけど、感じられる。中身はね、全くの別物になってしまいました。だからうちでも取り扱わないんですか？そう、うん、まあそう、うん、そう、そうかな。あんまりね、まあ、うちでも取り扱いはあまりないし、世間の人気もあんまりないのかなみたいな。結構売れたんですよ、この車。あ、そうなんですね。売れたの。だけどあんまいまいちこう、あんまり街でも見かけないし、こうチューニング業界の中でもそこまでベース車として取り扱いがあんまりないような気がします、僕のイメージですけど。でやっぱりね、なぜ不人気だかっていうと、ちょっと理由知りたいです。このさ、車のプラットフォームっていうんですかね、こうベースになる部分、これがこの時代の日産車と共通なんですよね。しかもその共通の車っていうのが R35 スカイライン、V35 スカイラインか、うん、Z33 フェアレディ Z、うん、あの辺と共通なんですよ。あ、ね、なんかそこの並びを聞くと、なんかそれ聞くとさ、あ、ちょっと日産車の中ではなんかね、こういう時代だったのかなみたいな。そう、なんか34スカイラインとかさ、ステージアでこう来てたのに、あの代表がさ、なんだっけ、ね、あの人に買ってからこう言ったみたいな。そう、なんかね、こうなった時代、こうなったこの辺の車だったと思うんですよね、俺。あー、なるほど。だからなんか、こういうことか。うん、もうエンジン形式も今までステージアって直六だったのね、RB25 だったり RB26 だったりしたんだけど、これは V6、 あ、後で見せますけど、スカイラインとか Z33 と同じエンジンになりました。そういうことか。そう、ある意味変化期の時に作られた、ね、そうだね、車ですね。だけどラインナップからはなくなってないっていうのが、やっぱステージアってもともと人気あった車種なので。うん、そうです ね。だけどちょっと不遇なモデルチェンジをしてしまったと。そうなんだ。そんなイメージがあります。今日紹介するこの M35 は、はい、M35 の中でもアクシスっていうグレードになってまして、普通の M35 って 2.5 なのね、はい、排気量が、うん、2.5 の NA、 2.5 のターボ、3リッター NA っていうのが普通のラインナップなんだけど、うん、これはウォーテックから出たアクシスっていうグレードで、はい、3.5 の NA。 おー、めっちゃある排気量。だからエンジンは Z33 フェアレディ Z とあの V35 スカイラインと同じ VQ35 が乗ってます、うん、あー、そうなんだ。そう、だから、まあ、M35 ステージアの中では一番スポーツグレードっていうか、一番上のグレードだと思います。うん、まあ、ただね、世の中的に若干こう不人気なところがあるので、市場的にはね結構冷えてますよ。ぶっちゃけ言うと寒い感じなんだ。結構冷えてます。そうなんだ、はい、なので今日は、はい、そんな冷えてるね
うん、AM35 ステージアでも買取してますよという実績の紹介でございます、うん、はい、はい、じゃあ買い取った車を少し見ていきましょうか、うん、はい、はい、アクシスは結構専用パーツとかがあったりして、うん、このグリルとかバンパーは、ね、グリルとかバンパーこの辺は専用パーツ、専用パーツなんですね、うん、この辺が、うん、あとこれヘッドライトも変わってるんだよね。そうですね、ヘッドライトは車外のヘッドライトが入ってます。車外なんですね、なんか2段みたいになってる、うん、そうそうそう、まあ、でも別に変じゃないね、うんうん、そうなんですよ。あとはね、アクシスの特徴はこれですね、フェンダー、オーバーフェンダー、ここへ、うん、オーバーフェンダーと専用のこのオーテックのホイール、はい、うん、これが結構特徴だと思いますね。これ18インチの専用ホイールですね。でもなんかこの車すんげー車高下がってない？思いました、本当になんか狭く感じる、特にさリアがめちゃくちゃ下がってんだよね。あ、確かに、見て見て、だってタイヤのここら辺は見えなくなってる。本当だ、見えてない。え、でも後ろだけ車高が下がってるって感じですか？いや、なんかおかしいよね。おかしい、どうなってるんでしょうね。事件ですか、これは。事件ですね。さあ、マフラーは車外です。はい、はい、車外のマフラーが4本もついてるんですか？そう、4本、ジースっていうところの4本出しかな。そう、4本出しか、うん、4本出しマフラーが入ってます、はい、で車外の Y パイプ、うん、もう入ってる、前の方かな、うん、うんうん、うん、っていうことは VQ35 で Y パイプ入ってマフラーが変わってるっていうことは音がすごいと思います。お、そうなんだ、ね、なん、何これ、なんかすげえ車高端なんだけど。そう、排気系はなんかニスモのベルディナ触媒も入ってるので一通り変わってるのかな、うん、すごいね。なるほどね。なんか不可解な車庫端ですね、この車、うん、うん、後ろにめっちゃ荷物積んであるとか。じゃあちょっと先にエンジンの方見てみましょうか。はい、はい、お、カバーがかかってますね。まあ VQ35DE ですね、さっき言った通り、うん、Z33 と35スカイラインと同じユニットです。でかい、でかいねと思うじゃん、うん、これカバー外すと結構ねコンパクトに見えるんですよ。そうなんだ、だって幅はねこれくらいしかないエンジンの。あ、そうなんですね。 RB とかのより全然ね、この縦の幅は少ない、うん、ただ V6 っていう都合上このなんていうの、この縦の幅が結構ありますね、うん、でテインの車高調が入ってますね、前後、そうですね。あとはこのエアクリが、あ、車外のエアクリが入ってますね。エンジンルームが広いな。え、でもそんなチューニングしてるようには見えない。うん、これはね、あの M35 のステージアがあまりチューニング業界に受けなかった理由っていうのは多分このエンジンにあると思うんですよね。なんですか？なぜかっていうと、うん、RB のエンジンっていろんなパーツ出てるんですよ。ありますね、車外がね、あのタービンのキットだったり、はい、まあ、チューニングするためのキットはすごく出てるんだけど、はい、この VQ35 エンジンってもともとすごくいいエンジンなんですね、うん、トルクもあるし排気量もあるし、別にノーマルでも全然そこそこ走るじゃんっていうエンジンなんですよ、はい、だからそのチューニングするっていう、あ、なるほど、ね、もっとこいつで馬力出したい、チューニングしたいってなるとお金かかっちゃうんですよ。あ、 NA なので、あ、もうエンジンばらしてもうピストンからコンロットから全部変えてみたいな感じにしないとなかなかこう目に見えて馬力って上がらないですね。ああ、そういうことか。あんまりこう簡単に楽しむっていうか自分で変えて楽しむ人には向いてないというか、うん、まあ、ちょっととっつきづらいっていうのは正直なとこだと思うんですね、うん、ただそれぐらい完成されたエンジンなので、うん、最近そういうの多いですよね。35GTR とかもいじるとかじゃなくてもうそれで完成ですみたいな、確かに。まあちょっと GTR 乗ってる人は頭飛んでる人が多いからなんか1200馬力とか出してる人がいるけど、多分この VQ のエンジンはねほとんどノーマルで乗る人が多いんじゃないかな。エンジン本体はノーマルで、確かに、例えばこういう風にエアクリ変えたりとか、あとはスロコンつけたりとか、
あとはこれこの車もそうだけど、排気系のチューニング、うん、ワイパイプだったり、あ、そうだね、フーガとかも同じエンジン、うん、ですよね。そうそう、もう結構こういう感じで乗ってるイメージがある、うん、だからこれスポーツエンジンじゃないじゃんみたいなね、うん、あのおじさんたちはそういう文句垂れるんですよいじれないからとか、いじれない、なんかフーガと同じエンジン乗せて何がスポーツカーだよみたいな、よくわかんないことを言う人がいるんだけど、まあエンジンとしてはすごくいいエンジンだと思いますよ。そういいですね、うん、すごい、インシュレーターにも掘ってある。本当だ、うん、アドバンスフロントミッドシップ、はい、近所に怒られる大きさです、これは。鼓膜に響く響くでも前のなんか Z33 みたく、うん、バーニスみたいないい音します、ね、あ, あ, あれよりちょっとうるさいかもしれない、うん、うるさい4本出しだから結構感高いですね。あ、そういうことか、うん、でもこれね、あのノーマルですからエンジン。そうなんですよ、エンジンノーマルでこの音だからね、変わってるだけで。それはすごすぎる。俺はエンジンかかった時よかったよね、音が。よかった、まあ、RB とは違うまた音の良さが V 級にはあると思います、うん、はい、ということでね、はい、紹介してきましたけれど、はい、なんかやっぱり車高が不可解、気になる、車高気になるね、うん、なんかちょっとチラチラ映ってんじゃないですか、もしかして。チラチラ？チラチラ映ってんじゃないですか、車高が低い理由。え、テインの車高調とか。いや、テインの車高調はそうなんだけどさ、リアだけこんな車高に設定しないでしょ、普通。しない。ほら、もうチラチラ映ってるでしょ。え？ほら。ホイール？なんだ？え、何？ちょっと重い人が乗ってる？来て来て。はい、ででーん。いや、そういうことか。え、シンプルにこういうこと。ね、見てこっちも。ででーん。こういうことですか。確かに。見て見て見て、タイヤがさ、まずさ、1、2、3、4、5、6、7、8本。2台分8本も履けないよね、この車。タイヤ4つしか履けませんよ。トラック並みの。プラスなんかこの32のスカイラインのテールランプとかさ、本当だ、33かな、どちら、なんか変なマフラーとか、あとなんかこれステージアの純正の車外のテールかな、うん、こういうテールも入ってると、うん、いや、これは下がるわこれが理由なんだ。これタイヤホイールだけで100キロぐらいあると思うよ。やばっ、もっとあるかな、すごい、全部乗せちゃおうって。しかもね、どのホイールもちゃんとタイヤを履いてるっていう。しかもこれ多分19インチだね。あ、大きいやつなんだ、うん、あ、20インチだ、20インチの超引っ張りタイヤ見てこのサイドウォール、めっちゃ引っ張ってる。やば、これ見ますかね。タイヤホイール8本でしょ。で、極めつきに助手席にはさ、はい、助手席には助手席入ってるんですよ。助手席、お、助手席入ってる助手席じゃないな、これ運転席だね。やば、あとホイールももう1本、あとマフラーも下に、ほんとだ、ある。埋め込みすぎじゃないか。シンプルに乗せすぎで落ちてるってことかそりゃこんだけね、まあ、お金をね、あんまかけずに車高を下げたい人はこれがベストかもしれないですね。燃費は最悪燃費は悪そうだけど、そうか、やば、気になってた部分が今ね、やっ、ね、ちょっとね、この車ね、実はこれコンピューターも変わってんすよ。え、コンピューターもあのヤフオクとかで有名な KS ロムさんの、うん、ロムチューンのコンピューター入ってて、はい、だからレスポンスもすごい良かったんだけど。あ、そうなんだ。なんかちょっとちゃんといじってあるのにね、ああいう風になってるのちょっともったいないなっていう。相当持ってましたね、お家に、はい、このオーナーさん、はい、ただこれね、これミー君買い取りなんですよね。そうですね、はい、ということはもう根こそぎですよね、ね、
ミークの根こそぎ実績です、うん、これ載せちゃおうよって言って多分持って、あ、これもじゃあつって全部こう無理やり詰め込んで持ってきたと。きっと一緒に運んだんだろう。ねえ、そうだ。これ車高低いから運ぶの大変だったろうなきっと。吸ってたな絶対。あ、まあということなんで、この車に関しては車体プラス約2台分のタイヤホイール、はい、あとはパーツ、はい、もう一緒にこう査定してるので、なかなかいい、この車にしてはいいお値段で買わせていただいてるかなと、パーツもあるからプラスアルファで、そうそうそう、はい、思います。でまあただね、 M35 ステージアは34のステージアに比べて、うん、まあ、どちらかといえば不人気な方ではありますけれど、うんうん、まあ、トラスト規格ではねしっかりと買い取り、これはアクセスだけど他のグレードでも大歓迎です、はい、特にマニュアル車、うん、特に6速マニュアル車は大歓迎です。そうですね、はい、なのでぜひお持ちの方、もう庭に置きっぱなしの方とかね、うん、車検切れてずっと置きっぱなしですっていう方もご依頼いただければ取りに行きますので、うん、よろしくお願いします。概要欄に連絡先はあるので、はい、確認お願いします、はい、ということでまた次のお車紹介でお会いしましょう。ありがとうございます。